イーノック村はこの先森を抜けたところにあります。さあとっとと出発しようぜ。猿どもを蹴散らしによ。まったく足手まといだわ。一人の方がやりやすいのに。どうしてお師匠様はこんな連中が私の運命と関わるとおっしゃるのかしら。魔女は見つかったのか。ああ、見つかったよ。村を助けてくれるそうだ。そうか。さあ、中へ。皆さん、これを指に結んでください。念話をできるようにします。通常をはるかに超えた意思の疎通が可能になります。皆さんは、はあ、私の指示に従っていただきたいのです。はあ、人中視察と行くか。これは神がこの村にお与えになった試練です。祈り耐えるしかないのです。あ
他の連中は。この辺りは昔から妖精や魔女の伝説が多い土地でしたが、あくまで物語にすぎませんでした。この冬の柵の日の夜、実際にトロールどもが襲撃してくるまでは。先日も家畜小屋の番に当たっていたテッドがトロールに殺され、テッドを助けるため飛び出したハンナは奴らにさらわれました。二人は結婚したばかりだったのに。私は今のうつよの人間は皆間違っていると思います。自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。その中にお前たち魔女も含まれるってわけか。私のお師匠様は昔この近隣の人里で暮らしていました。ですが人々はお師匠様を排斥し、あの森へと追いやったのです。私、許せません。お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。だったらやめりゃいい。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずがない。絶対。それよりセルピコさんや石泥さんたちの方はどうなっているんですか。あんな子供が伝説の霊樹の森の魔女であるわけがない。大方旅の芸人にでも担がれているんだろうよ。ただ一人生き残ったモーガンは自責の念に駆られ、子供に扮装させて霊樹の森の魔女だと偽ってると司祭様がおっしゃってたよ。